大家好，欢迎收睇《Game Play HK》雅俊，继续飞鸿结系。上集原本就以为可以消除到其之门啦，不过原来仲有啲原因令到佢系消除唔到嘅，就系卡莲啦。咁而家我哋就出发去亡灵，睇下可唔可以揾到卡莲出嚟啦。吹雪連隊長から連絡来たぜ。すぐにスメラギ寮へ向かってくれって。本部長が来てくれるらしい。兄貴が。そういえば、兄貴って今どういう状況なんだ？まだ立場は本部長だけど、権限はほぼ移譲されてて、ほとんど表には出てきていないみたい。おそらく政府は、すべての責任を押し付けて、切り捨てるつもりなんでしょうね。本部長もそれを分かっているから、手を貸してくれる気になったのかもしれません。協力してくれるのなら、それでいいわ。急いで向かいましょう。スメラギ寮へ。知道门嚟嘅，应该系认到咧皇家相关嘅人就会开门噶啦。兄さん，ようやく来たか。吹雪からおおむね話は聞いた。スメラギ寮の内部に入りたいんだったな。ああ、クナドゲートを消滅させるためにスメラギ寮の中を確かめる必要があるんだ。そこにいるかもしれないカレンが解決の鍵を握っているはずだから。はずか。状況証拠の上に成り立った信憑性のない話だ。しかし、お前たちはそれに賭けると言うんだな。いいだろう。お前が世界の危機を救ったとなれば、スメラギ家にとってもメリットになる話だ。そんな言い方。花火、協力してくれるなら今はそれでいいんだ。入り口のセキュリティは解除してある。クナドゲートを消してみせろ。哇，好似陌生人咁样咯，我觉得。虽然我哋系阴过佢嘅。渡月の企みを止めたそうだな。仇をお前が取ったというわけか。私がやろうとしていた復讐を。お前が。お母さんが亡くなった時のこと知ってたのか。私と父さんはいつか必ず渡月を潰すと誓った。こんな形だが、結果的に叶えられたんだな。兄さん、早く行け。お前はお前のなすべきことをしろ。お前が選んだ道なんだからな。ありがとう、兄さん。又系各人有自己嘅苦衷，佢哋系迫于无奈嘅。この先に、ヤクモスメラギが眠っているのね。それが過去に飛んだカレンなのかどうか、俺たちの考えが正しいのか確かめに行こう。我觉得他反而应该是跳跃过好多次，最后决定雪藏自己。哇，个亡灵完全就好似古代遗迹嘅咁咯。啊，不过都冇错，因为两千年啊嘛。スメラギ寮の中ってこんな風になってたんだ。寮母って言うからもっと陰気臭いのかと思ってたけど。ヤクモ君もいいとこに祀られてるじゃねえの。地下に降りるには、そこの階段ずっと下まで続いてる。特に危険なものはないと思う。道は他になさそうだし、降りてみよう。真系冇，连怪异都冇，系咪咁好死啊？ゲイト重ね、吹雪連隊長も気になるからそっちに行くって。なら合流した方がいいか。いえ、すぐには向かえそうにないから後から追いかけるそうよ。了解、私たちは先に進むわ。
其实我头先咧系想就咁跳落去。延々階段階段、ありえない面倒くささだぞ。何なんだこの構造は、ゆいと。え、なんで俺に言うんだ。そりゃ君の家のものだからさ、リフトくらいつけてくれたまえよ。まったく。お疲れ。そのあたりがおそらく最下層だぜ。やれやれ、やっとか。どうやらこの先は一本道のようだね。ずっと奥に広い空間がある。そこがヤクモのいる部屋かも。你不是透視道的嗎？あとはまっすぐ進むだけか。洞窟よけに迷宮にでもなってるんじゃないかって心配したぜ。油断するなよ。ここまで何もなかったからといってこの先も。え？何？今脳に何か。え？特に何も反応は。なんだ？やぶれら。おい、どうした？急に通状態って。渡れ！ダメだ、通信が。ここは、周防の海抜軍本部、なの。なんで急にこんなところに？もしかして、転送能力か何かの罠があったのかも？まあまあ、落ち着いて、周りをよく見たまえよ。町の方も、明らかに様子がおかしいようだ。この感覚、なんとなく覚えがあるぞ。まさか、ブレインフィールドか？脳に干渉を感じましたし、その可能性はありますね。目的は侵入者を惑わせるためか、それとも。カイ！クロノスターミナルの時と似た展開ね。殲滅するわよ。あー、又要打啲超凡嘅嘢。用 L 字先。捕らえた。あぶない、一撃。哎哎哎，哎呀，暂时。私がやる。終わりね。それ、入れちゃって。哎，冇冇冇，用用用呢个用呢个，砸扁佢就得噶啦。借りるはしない。当然。外角への攻撃が効いてる。再揾啲嘢借佢。破壊を狙うわ。あの怪異の外角。冇起身啊你。相当な高度です。好搞掂，到呢个砸落去，爆头。この辺りの怪異は倒したようだな。しかし、状況は変わらずか。遥かへ渡るとの通信も繋がらないわね。とりあえず、あら？兄さん！じゃーん、アリス一条、本日正式に配属されました。おい、ライス、えー、おい、カニンが未婚妻。おめでとう、アリス。これでまた、この三人が揃ったな。隊の編成的に、一緒の任務もありそうだよね。私も、二人に負けないくらい、大活躍するからね。新兵が張り切りすぎて、いきなり不始末を起こさなきゃいいがな。おや、この前上官命令に逆らったとかで始末書書かされた人がいたって聞いたけど。吹雪だって記念すべき始末書50回目だろ。こんな面白い話黙っていられるわけないじゃないか。カレンはセプテントリオン入り確実って言われてるのに、上官との反りはなかなか合わないんだね。納得できない命令に従うつもりはない。可憐らしいね、そういうとこ。お、でもそれならカレンが海抜軍のトップになればいいんじゃない。厄介事はごめんだ。俺より弱い奴の面倒なんか見てられるか。そういうことは全部吹雪がやればいい。そんな風に言って結局仲間の面倒を見るんだよな。カレンは僕よりよっぽど面倒見がいいよ。
むしろカレンの方がトップに向いてるんじゃないか。いや、実は狙ってるんだろう。隠すなよ。どの口が言う。お前こそ最初からトップ狙いだろうが。もうまた二人で張り合って。じゃあツートップ体制にすれば解決ってことね。なるほど、それはいいね。今の編成から連帯制にして、あれとこれをこうして。クスドガーの吹雪、その薄気味悪い笑みはよせ。心配されなくても、よそではやってないよ。君ももっとオンとオフの使い分けをしたら楽なのに。裏も表もないのがカレンのいいところだもんね。まあなさすぎて始末書なのはどうかと思うけど。私たち何を見せられたの？吹雪連隊長とカレンよね。それからアリスおば様。そうか、君のおばに当たるんだったね。あの三人は幼なじみなんだ。ずいぶん懐かしい光景だったな。カレンのやつもそういえばああいう頭の色だった。今じゃすっかりルカとはかけ離れてしまったね。そうですね、あまり例のない現象なので、兄さんの超能力が関係しているのかもしれません。今のはアリスさんが入隊した年のようでしたから、20年以上前の出来事ということになりますね。ここがブレインフィールドに似た場所なら、誰かの記憶や感情が場に影響を与えていてもおかしくはないわね。さっきの光景のことはよくわからないけど、まずはこの空間から抜け出すことを考えた方がいいよな。このままここにいても仕方ない。とにかく先へ進んでみよう。咦，咁样嘅喂，开个地图望望先。阿嬷，我哋系要直行嘅喎。この空間先が全然見えない。すごく広いことだけは感じるけど。見覚えのある風景も混ざっているな。つながりはまるで無秩序のようだが。耐えられる？そういう空間ということみたいね。ここもどこか別の場所へつながっているはずだわ。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。よし、搞定。まだだ。哇，呢个陨石爆有咩大嚿啲嘅嘢啊？唔得喎！哎呀！我攞到啲车啊，大镬，你唔使喎。佢跌咗落嚟，咁我哋点打佢都得啦。哇，好跌啦！好，搞掂一件。少しは成長できたかな。哇，行下嚟咗个好似收费亭咁嘅地方，仲有好多啲咁样嘅路牌。喂，其实嗰啲可唔可以唔打噶？试下唔理佢先。走啊，唔好理佢。有得唔打就唔打啦，佢都傻噶，我哋何必又嘥时间呢？哦，原来是他们战斗的记忆来的。哎呀，死了。什么？又是中枪，跟着怪异法了，是不是？なるほど、こいつは他の雑魚どもとは違う。一旦引くぞ。但系有冇人解释到同能落？大丈夫か？
ありがとう、助けてくれて。気を抜くな、バカ。そうだよね、ごめん。これで何度目かな、カレンに助けられちゃうの。そんなことは別にどうでも。原来这个时候他们已经互相仰慕了。二人とも大丈夫か？大丈夫みたいだね。よかった。他们怕丑紧啦，系。ああ、またこのバカがしくじっただけだ。問題ない。で、君はまた強がってるんだね。もっと自分のことも大事にしてくれよ、カレン。怪我してるじゃないか。ごめんなさい、カレン。私が閉じっちゃって。手当てするから見せて。いらん、かすり傷だ。それより吹雪、アリスは疲れが出ている。お前がついていてやれ。俺は他の班の状況を見てくる。あの会をやるには隊の立て直しが必要だ。おい、カレン。まただな。さっきに続いてカレン絡みってことは、この空間自体カレンが展開したものかもしれないわね。今朝一開始有估到啦。眠ってる場所に誰も近づけさせないためだとしても、こんな記憶俺たちに見せるかね。どっちかっつうと見られたくない記憶だろこれ。そうですね、兄さんは自分のことを何も話さないし、話したがらないから。まあ、意図せず記憶が混ざり込んでいると考えた方が自然だろうね。唔通卡莲想俾我哋了解佢嘅内心？嗱，好啦，最后我哋就嚟到呢个青蓝嘅研究所，应该嚟到呢度就有 boss 打啦，系嘛？但系点解变咗有幅画喺度嘅咧？また変なところに出たな。まだまだ先は長そうだ。これほど広大な空間、一体どうやって作り出しているんでしょうか。一人の超能力者が展開できるブレインフィールドを遥かに超えた規模のように感じます。あ、来た。何あれは。喂、蜗牛来た。这只有两条触须的。咦，又唔系喎，唔止喎，喂，晕啊晕啊，好停啦，好唔好？想点啊？呢只怪异。袭击爱丽丝嗰只怪异嚟噶，点解要我哋打呢只咁嘅嘢啊？これって彼の記憶に出てきた怪異じゃない？ありそうは楽しんだ。あのカレンが速攻で撤退を決めた相手っつうことは、相当気合い入れてかからないとまずいな。右手に持っていそう。防御用の盾かと思いましたが、あれで攻撃もするようですね。兄さんですら苦戦した強大な怪異ですが、必ずどこかに攻めどころがあるはずです。他有咩挡住嘅地方打唔入啫，冇嘢挡住嘅地方咪得咯。どこを叩くのが効果的か見極めが必要だぞ。俺の力預ける。この怪異、水を流して防御してる時だけ腕のところの質が変わる。ではそこを攻撃してみるべきだね。しかし水流が激しくて近づけないか。瞬間移動で水の流れの内側に行きましょう。砂糖を使ってください。喂，好過分啊。やるしかないわね。我都要用脑浪空间先得。時間がかけない。はい、喂。なんだか頭抜け
有得咁样咁过分噶嘛？喂，佢只要打开飞我噶。打背面，搞掂。これで決める。よし。いけ。诶，佢唔系死咗嘅啦咩？喂，又嚟。さっさと先へ。あ、ダメ。怪異がまだいる。打唔晒噶喂。喂，仲系佢。こいつ一体だけじゃなかったのか。都仲系麦田式进化嘅，唔通？別の格使うなら今。再嚟老王空间，好过分啊！你咁样。你而家冇防护网，咁我就可以丧掉佢啦。一下，两下，三下，再集中攻击。好劲啊！我哋应该可以一次过咧扣晒佢成行血咯。喂，你唔好头痛先啦。喂，唔该晒，帮我加翻啲时间。嗱，再正方形连击，二，第三下，跟住 R 二。喂，你唔好走，我系唔会俾你走，我会一次过 KO 你啊。L 二搞掂。いい的だわ。はあ？続けていく。KO。嗱，我有十个老老空间，你点同我打？集中を切らさないでください。嗱，咁咪补翻满咯。やるしかないわ。再嚟。我储得咁辛苦，我都系留翻嚟打 boss 嘅啫。但我得咁样好戆居咯，完全系冇技巧噶。嗱，你打我又打唔入，我技能咧系完全防御嘅，喺脑内空间里面。炸好多喎呢只。头先嗰个啲血都冇咁快。哦，搞掂啦，已经。これで決める。みんな油断しないで。まだ。ほら。好彩回得次血啫。哇！你仲未死噶？今次有，哎呀，有遮，难搞啲喎喂！一体一体も手強かったが、まさかこんな奥の手があったとは。去背面咯。お手並み拝見啦。喂，第一嚿嘢过去先。好，预备。哇哇哇哇！佢呢啲咩嚟噶？こんなしぶとい怪異、どうすれば倒せるの？落ち着いて。唉，仲要用呢个，我唔得闲睇佢讲嘢住啊！我要我谂透明化用唔着噶啦，咁就换呢一个透视出嚟啦。弱点があったわよね。目を借りるわ。この怪異。それを引き継いでいる可能性があるわ。もしそうなら、今までが通用するはずよ。この程度。可唔可以集中攻击啊？喂，逃げ場はないわ。应该唔得喎，哎呀，大镬！飛ばすは弱し。サポートしてやるか。敵をしびれさせたわ。掟啲嘢落去先。趁佢捉紧电嘅时候。就不停追击佢啦！哎呀，冇事。睇下仲有啲咩玩先，好似用水啦。用水瞬间移动埋嚟咯。
危なかったな。それ跟住加火啊。掟埋先，可以 L2 啦。食らいなさい。我扣咗半咋喂？あとは任せて。私に任せて。哇，点解打唔入嘅喂？我系半只噶咯喎。しびれて自由が効かない。点解你会瞓低啊？私の目貸すから。唔唔唔，攞错攞错，我唔应该透视嘅。原来头先系无敌状态，要等佢玩完一轮先至可以用 L 二 KO 佢。そこね、消えて。灯泡仲唔烂？今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見たカイが出てくるって偶然なのか？長い間ブレインフィールドにいると、そのうちに感情や記憶が形となって現れ始めると聞いたことがあります。この空間の主がカレンだとすればうなずけるね。先ほどのアリスをかばった時の記憶が影響しているんだろう。長くここに留まりすぎるのは危険ってことか。ええ、急ぎましょう。まだこの先にも空間はつながっているみたいだわ。わあ、原来仲有得去嘅喂。嚟到隧道啦，哇！慢慢行啦吓。咦？喂喂喂喂，咪家姐跪翻嘅地方？咦？好似唔系喎。断絶の帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし、難しい任務になりそう。なんだ？一模一样咁滞啊！呢个系啲手印子跌落嚟，所以令到爱丽丝怪异化。哦，你是巴卡纳？阿里斯，阿里斯，阿里斯，等等！阴光变咗只乌蝇，超核突咯！喂，唔系喎，呢只系开水龙头嗰只嚟喎，应该系。アリスさんは断絶の帯に触れてしまったことで怪異化したんですね。断絶の帯があんな地面の近くにまで降りてくることがあるんだな。かなり珍しい現象だと聞いている。俺もあそこまでの効果は見たことがないな。おい、さっきのあの怪異の姿。ええ。お姉ちゃんと一緒に戦ってくれた人たちの中にいたわよね。そうか、あの怪異がやはりそうだったのか。カサネたち、アリスおば様に会ったの？セーラーの研究施設にいるんだっけ？私たちも今理解したのだけど、アリスさんはもう亡くなっているわ。え？そうなるとカレンはそれを知った直後にレッドストリングスを使ったってことになるのか。それじゃあ兄さんの目的は？会ってみればわかることだわ。ここにカレンがいることはもう間違いないでしょう。気になることはあるけど、目的を忘れないようにしよう。俺たちはカレンに協力してもらうために来てるんだから。
佢会唔会协助我哋先得噶？哎呀，又有啲嘢走出嚟，唉 ，KO 晒佢先。やるしかないわね。老罗兄弟，佢快手，玩到嚟呢度，我觉得都唔需要悭道具啊。やってみせる。嗱，佢哋阻住我哋嘅，咪就咁揾嘢扮低佢咯。無駄よ。仲要摆一下，佢就已经可以自爆头。まさか私に盾つくつもり？嗱，系呢只又最麻烦，都好襟打，你打极都唔系好够血噶。正常你打佢嘅话，咁用呢个方法咪最好咯。頭の霧が晴れた気分。好，砸落去，搞掂。暴れても無駄よ。哼。続けていく。点仲有冇？丢晒啦，已经行得。これはあり。以为好似终于去到终点咯。俺は行得好耐啊，真系。失敗したのか。其实佢嘅精神状态都系冇得救的。自分の無能さにつくづく呆れるぞ。まただ、また助けられなかった。この歴史は不要だ。そう、荒はばきの言っていた通りなら、また最初からやり直せばいい。何度も、何度でもだ。究竟荒唐神讲咗啲咩？レッドストリングスで、アリスを。なんだ今のは。カレンの感情が頭の中に流れ込んできたような。過去へ飛んだのはやはりアリスのためだったんだね。けど何度もってどういう意味だ。それに荒はばきがどうとか。何度もか。過去を変えても必ずアリスが助かるとは限らない。未来は不確定で移ろいやすいものだからね。アリスを救えないと確定したら再び過去へ飛んで歴史改変をやり直す。この繰り返しということだろう。それはアリスおばさまが助かるまで永遠に時間跳躍を続けるってことですか。わ、咁佢好痴情下喎，真係。カレンはあの後時間跳躍したのよね。でも今この瞬間アリスさんは亡くなっているわ。過去へ飛んだけど歴史は変わってない。うまくいかなかったってこと。あんな兄さんは初めて見ました。兄さんは話を聞いてくれるでしょうか。どちらにしろ私たちの手がかりはカレンだけよ。何が何でも協力してもらうしかないわ。咁即系点啊？你仲要行好远先见到佢喎。你不如作性，就咁摆佢出嚟，等我哋挑战佢好过啦，冇咁烦。点啊？我终于翻嚟啦，喂！これはスメラギ寮の地下。ユイト、よかった、つながった。急にロストしたから心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら。脱出できたみたいね。彼のいる場所は近いかもしれないわ。哇，头先真系打到燥啊，系不停咁有嘢打，打极都打唔完，其实打到好闷咯，好冇。以为呢啲咩嚟噶？和泰村美奈啲人名嚟噶系嘛？あれはカレン？いえ、ヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。待って、何かの装置が動いてる。唔通有两个卡莲？
ヤクモ、どういうことだ。ヘアゴーちゃん、カレンが二人？なぜお前がここにいる？この状況は何だ？聞きたいのはこちらだ。俺が2000年前の時代へ飛び込もうとしたところで弾き出された。何だと？なぜ時間跳躍が失敗したのか説明しろ。荒はばきの制御層で手を貸したはずだ。しかし貴様か。何を言ってるんだ。さっさと全ての情報をよこせ。喂，好似呢个嘅超能力劲啲喎。え、今吸い込まれちゃったよね。どうやら私の懸念は杞憂じゃなかったようだね。同一人物が出会うとどうなるか、これが答えか。竟然消失咗。何が何だかよくわからないが、結局カレンは過去に飛べず今ここにいるということなのか。この記憶は。なるほどな。やはり奴の超能力が必要なのか。さてお前たち、なぜここにいる？こんなところに何の用だ？カレン、あなたに協力してもらいたいことがある。クナドゲートを消滅させるために力を貸してほしい。さっきの話は聞いたわ。あなたが2000年前の時代に接触した時にもつれが発生してしまったのよ。それが残っている限りクナドゲートは消えないの。だからもつれを解くために一緒に。させない。そろそろと。貴様なら強行手段に出るだろうと思ったよ。兄さんの超能力でもレッドストリングスを維持するのは難しかったんだね。だからサイコピーを。抵抗は時間の無駄だ。俺がレッドストリングスを手に入れるのは必然。カレン、前から疑問だったのだけど、あなた一体どこでレッドストリングスの知識を？荒はばきからだ。荒はばきの中の俺自身の記憶というべきか。さっき俺と一つになったがな。荒はばきの中？コールドスリープしたヤクモ、荒はばきとつながっていたってことなのか？生きた人間を荒はばきに組み込むなんて。何を驚く。荒はばきに一体いくつの脳が生体回路としてつながれていると思っている？聞きたくなかったよ。荒はばきもベイブと同じ脳を組み込んだ生体コンピュータだったとはね。荒はばき制御層で俺たちの脳が強制侵入されたこと、それに先ほどまでのあのおかしな空間、全てはヤクモになり変わったお前の仕業なのか？そのようだな。あれは眠っていた俺が荒はばきを利用し展開していたブレインフィールドだ。ここを秘匿するためのな。ここで荒はばきとつながって2000年間あらゆる情報を手に入れてこっそり生き続けてきたってわけか。カレン、時間跳躍をしたい気持ちはわかるけど、それじゃまたもつれが生まれてしまうんだ。だからなんだ。俺はどんな手を使ってでも、もう一度飛ぶ。兄さん。そう、協力するつもりはないのね。話を聞いてくれ。ニューヒムカのこと、月のこと、
問題は山積みだけど。他摆到明就唔会理你噶啦。世界が終わってしまったら何も解決できない。滅びの未来じゃない。新しい未来を作らなきゃいけない。こんな歴史を紡いだ世界に価値はない。俺は過去を変える。次こそは必ず変えてみせる。アリスさんを助けたいという思いは理解するわ。でも理解などいらん。はい、打了打了打了、もう浪費話了。喂お前たちには力ずくでも俺の役に立ってもらう。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。おいおいおい、消えろ。消えろ。你落翻嚟，我咪嚼你咯。耐得了，屈服させてやろう。点解？喂喂喂喂，点解会中招嘅问题啊？まだ終わりじゃないわ。まだこれからよ。回翻血先。喂，咁好难搞喎佢。我哋就任せるぞ。点解？喂喂喂喂，我周围啲剑兵好想就一次啫。集中攻击。モルマメ、爽ね。消える。二人で片付けましょう。公仔、公仔、妖怪、喂，你呢边，过嚟，过嚟，过嚟。懒型咁，慢慢行啊。おなしくしていろ。哇，走啊！抜けていろ。好彩。飛ばすは弱らしい。放電。私に任せて。得你识放，我够识落喺后边你添啊！これはどうだ。再揾嘢掟佢。诶，冇事。哇哇哇哇哇！さあ、一緒にやっちまうか。あがいても無駄だ。もらった。撞埋佢啦。慢動作。あとは任せて。どけ。哇哇哇！巻き返すわよ。悪夢を見せてやる。嗱，佢用脑内空间，咁我哋咧只要唔好惹佢，咁就冇问题。避けられるか。走啊走啊，唔好俾佢追到过嚟啊！过咗十秒啦，已经。嗱，冇问题啊，佢啲波追唔到过嚟啊。哇，走啊！走远啲，走远啲，千祈唔好俾佢追到。哇！超高速。喂喂喂喂，起身啦，快啲啊，会死的。喂，你唔好瞓喺度啊。喂，喂，好彩，哇，差啲以为死啊。喂，ありがとう、手間を取らせたわね。そうしてやる。哎，好似冇事咯噃，咁你大话。你都系变身一次嘅啫。サポートお願い。重ねに託すよ。これを使う。阿玛，出招啦，阿玛。お手並み拝見だな。再顶佢。喂。捕まった。あまり見くびらない。了解だ。悪いけど従ってもらう。俺は認めん。我唔信佢咁快会输咯。一人でどれだけ多くの超能力を使ってきても、私たちはさすでそれに対抗するまでよ。そんな簡単に思い通りにはさせない。ちゃんと話をさせてくれ、カレン。黙れ。どこまでも鬱陶しいな、貴様らは。これは。え？兄さん。佢有什么事啊？好似识召唤咁。カレン、何が起きてるんだ？
そうか。2000年。いや、幾千の記憶と望みが。全ては踏み台に過ぎない。貴様らも世界も、そして小沢、小沢、何なの？好有喜感喎，啲面具。哇！要打咗只一二三三只，打三喎，真系。兄さん、なの？来るわよ。喂，唔系喎，四只喎。こいつらは一体何なんだ？カレンの中から現れたように見えたが、ヤツの記憶や感情が具象化した姿かもしれないな。こんな禍々しいものをカレンの脳が作り出したというのか。但有冇人解释到同能洛面具有乜嘢关系呢？我谂我哋应该要打低呢几只嘢咯，系嘛？但系打唔入喎。なんて力なの。こんなことをしてカレン自身も無事で済むはずないわ。そんな覚悟はどこにしているでしょう。いえ、覚悟というより兄さんは目的のためなら自分自身すら困らず考えているのかもしれません。嗱，我估把事咧，如果你唔理佢，限时之后咧，佢就会爆炸嘅。哇！華麗に参上、怪我ないか？カゲロ、なんとか助かったわ。ユイト、まだ行けるわよね？もちろんだ。ここが正念場だろ。いや、佢唔夠血喎，咁點啊？何体用がまとめて潰す。飛ばすわよ、嵐。俺たちみんなの力だな。可以用了哦，转佢。痛いわよ。到打个面具啦。咦，唔系，喂，揿住 L 二。大木か、今ならカレンを叩ける。やるぞ。遠慮はいらん。任せましたよ。早く火を。火を。燃え尽きる。再来。要不然先可以扛多雷雨啊。カレンの様子がおかしいわ。一旦退避した方が良さそうね。哇，你做乜嘢啊？啊，又保护住自己。到另一边，到另一边。うまく破壊できれば念力で使えそうだね。奥さん先。哇，呢嚿嘢点先烂啊喂！重ねに託すよ。哇，好烦啊呢封。撞散佢。又嚟又嚟！哇，咁我净系打呢嚿嘢得啦。好啦，哇，ごめんな
最終続けていく。ありがとう。エイム。アウイムが。どうぞどうぞ、エオニー、エオニー。一点集中。走啊走啊走啊，我哋应该要用呢、這个。OK。焼き尽くすわよ。超高速。好好咁利用呢个时间，扣佢多啲血。其实我可唔可以用老罗空间？我想问。咁咪可以扣多啲咯，系咪啊？私の中から力が湧き上がってくるみたい。遅いわ。这冇用噶，原来。ゴミ虫は駆除しなきゃね。佢扣够血就会消失噶啦。私の中から力が湧き上がってくるみたい。你可唔可以快快啲出翻？やれやれ、手がかかる子だよ。好，冲埋去嚼佢。なんだか頭の霧が晴れた気分よ。これはどうだ？このぐらい。你咪打咯，扣唔到一个血就下边有嘢啊。虽然唔扣血，但系我会麻痹啊。喂，我蚀咗好多时间喎。やられたわ。どうせ死ぬのに哀れね。カサネを一人にはさせない。おお、なんぞ攻撃。死ね死ね。快点系咁撞佢，打佢头。仲有秒，喺嗰度加翻几秒俾我哋。呢个系私的宝物，一定要打晒个红，我先气去。L 二，無駄よ。諦めなさい。喂，扣咁少噶？原来我都扣成万喎，原来。好啦，我要解除个脑内空间啦。到呢边，哇哇哇哇哇，周围爆炸！阿杜，任せて。超高速，帮你。カゲロ、よし。なんとか助かったわ。大丈夫先。さっき壊したのは偽物。後面又嚟啦，又嚟啦。本物がわかる。哇，唔好再帮啲喂。喂，哥。有嘢可以用啦，插落去。壊れるまでやるわよ。撞佢后尾枕啊！好。一瞬で片付けてくれよ。咦？唔得嘅喂。诶，得得得得得，可以用啦。止まって見えるだろう。自己要好咁利用呢个 SAS。佢应该烂咗三个面具噶咯，好上嚟。それじゃ任せるぞ。逃げ場はないわ。打落去。私に任せて。畳みかけるわ。有冇啲奥义可以用？有有有有有。你仲唔输？得翻少少血啫。唉，再存喺回下血先。倒れるのは早いわ。助かったわ。おかげで元気になった。后面。好好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 
はかけない。ヘイ、どこまでも追いかけて殺してあげる。リダオヘイ、わかるよ。口の中から力が湧き上がってくるみたい。隙だらけだな。さっき言ったことは無用。まさか私に盾つくつもり。わっ、大根系だ。何をしても無駄。ただ身を任せなさい。捕まえた。行くわよみんな。やるのね。未来を勝ち取るのよ。会不会还有第三场仗打呢？兄さん、もう立ち上がらないで。これ以上は。カレン、こんなところで終わらせてたまるか！喂，面具都烂埋啦！これは、みんな気をつけろ！何かが！系咪呢度谂噶？其实，咦？ゆいと、みんな、サスもブレイントークもつながらない。これもカレンの力だっていうの。肯定仲有一打。必ず救う、アリス。来了来了。はっ。何がどうなっているのか考えるのは後で。きっとみんな大丈夫。私と同じように戦おうとしているはずだわ。わ、但佢冇血条噶喎。私がここで折れるわけにはいかない。都打佢唔中。今。又会被打啦啦啦！反击都唔中啊，边有咁噶？哈哈，其实可唔可以俾个动画我哋睇啊？呢啲咁紧张嘅地方。まだよ。これで俺は。私はあなたとは違うわ。お姉ちゃんが懸命に生きた時間を、証を消し去ったりはしない。私が覚えている限り、お姉ちゃんは生き続ける。だから私は一人じゃない。え、入翻啲光咯。カサネ、今助けるよ。まさかやられてないだろうな。点解系你两个而打碌过嚟先嘅喂？哎呀，回避。やっぱり無事だったわね。心配したわよ。カサネも無事でよかった。一緒に頑張ろう。心配させたのはお前の方だ。別に僕はしてなかったかな。無駄だ。掟佢啦。打得好硬噶喎。咁即系要点打啊？カサネちゃん、俺様が来たぜ。大丈夫、私は。佢啲分体幻觉嚟嘅啫，原来。其实我谂我哋应该系唔使打佢啊，慢慢喺度等。二人ともいいタイミングだったわよ。でしょ？カサネちゃんが一人で寂しがってるかと全速力で駆けつけてきたんだぜ。慢慢喺度等应该 OK 噶系嘛？嗱，后边先。性格嚟のはやめたな。好明显就系攻击唔到佢噶喎，后时咧佢有冇其他嘅分身喺度啊？冇用噶喎。迷いましたね。やらせはせず。
兄さん、うん、よく頑張ってね、カサネ。私がカサネを守るわ。我觉得这个桥段是犯到冷血的很多兵出来帮手啦，最后就会打赢他了。我们还剩下一件人而已。宇宙のいない世界に。ありがとう。さすがに。お前が無事で安心するぞ。他有血条了。俺たちの力も使ってくれ。サポートしてやるか。兄さんの思惑通りにはさせません。やりましょう。重ね。好，冇咗。抜けてみろ。重ね、大丈夫？怪我はない？遅くなってごめんなさいね。そんな大げさに心配しなくても、私は大丈夫よ。感動の再会はほどほどにしたまえよ。ま、気持ちはわかればね。丁佢。成し遂げる。邪魔だ。我就等你埋嚟嘅时候先打你啫嘛，傻仔嚟嘅真系，再定多个。巴格纳，嘢啦，那是。まだこれからよ。俺はこんな世界を認めない。認めてたまるか！カサネ！你去咗边啦，杰人？哇！よかった、間に合って。ユイト。いつも助けられてばっかりだったから、今度は俺の番だな。そんなこと気にしてたの？ありがとう。希望佢唔好犯傻。ユイト、やろう。俺は止まらん。次こそは必ず。仲会有下次。俺たちの力だけじゃない。これまでに結んできたたくさんのつながり、その全部の力で。カレン！し、好感动啊！终于有动画表现啦，喂！なぜだ。ここで俺が負ければ全てが。それとも俺のただ一つの望みは否定されるのか。もう限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ。まだ俺は。喂，你仲想点啊？カレン。どけ、吹雪。カレン、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。僕は。黙れ。でももういい。もう十分だよ。僕もアリスも
君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ。做乜啫？爆裂神掌啊！而家カレン、僕たちはこの世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど受け入れよう。ここで生きていこう。其实咁简单说服到佢嘅话，你早啲出嚟，咁我哋咪唔使打得咁辛苦咯。同埋呢个室内嚟嘅，点解会无啦啦落雨嘅咧？カレン、頼む。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って、私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。大切な人にもう会えない辛さは俺にもわかるよ。だから納得してくれなんて言うつもりはないけど、だけど俺はこの世界の未来を閉ざしたくない。絶対に譲るわけにはいかないんだ。過去を改変しても望む結果が得られなかったから、これまで何度も繰り返してきたんでしょう。もう終わりにしたらどう？あなたのことを大切に思っている人のためにも。カレン、未来を、この世界の明日を一緒に作ってほしい。そうか、ここが果てというわけか。ならばそれも一つの選択か。協力してくれるんだな。お前たちの希望は叶えてやる。カレン。だがクナトゲートをただ消滅させるだけでいいのか。フブキ、お前なら可能性に気づいているだろう。啲乜嘢可能性先？それはカイとスメラギが実行しようとしていた断絶の帯をクナドゲートに吸い込ませる計画か。なるほど。クナドゲート消滅のついでに厄介者も道連れにしようというわけか。わ、咁呢个计划 OK 喎。だけど兄貴の計画は実現不可能だぞ。俺の超能力で断絶の帯を動かすなんてことは。咁咪全部一齐咯，系嘛？私とユイトの重力操作能力ね。確かに二人でやってもそこまでの力はとても。荒はばきを利用すればいい。確かに荒はばきが生体コンピューターなら、脳をサスでつないで超能力の底上げが可能かもしれない。可能だ。荒はばきはあらゆるシミュレーションを数百年かけて試し続けてきた。アリスを怪異にした断絶の帯を君も消滅させたいと考えていたんだね。しかし荒はばきで増幅される大出力にユイトたちの脳が耐えきれるのか。危険すぎるぞ。やってみせるよ。少しでも可能性があるならやるしかない。理論的には可能なんでしょう。だったら試すべきね。
ならすぐ準備にかかろう。荒はばきを使うにもいろいろと手を回す必要があるからね。カレンの身柄は僕が預かろう。私たちはクナドゲートのところへ行きましょう。咁睇嚟终于都完啦呢个事件。これって俺の先祖はカレンだったってことになるのか。佢突然间咁在意呢样嘢做咩咧？ユイト、今行くよ。念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。カレンの準備も大丈夫だね。荒はばきとの連結もオペレーションするけど、今回は俺たちもサスをつないで協力するからな。頑張ろうね、カサネ、ユイト。僕たちもサスで二人をサポートします。必ず成功させましょう。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。俺は必ずうまくいくって信じてる。私たちならできるわ。これまでも何度も力を合わせてここまで来たんだから。荒はばきへの接続準備整いました。それじゃあ始めるぞ。荒はばき、サス接続開始します。终于全部连结晒啦。すごい、これが荒はばきの。くそ、なんて力だ。意識が飛び、そう、断絶の帯まだ動きません。なんとかするんだ、この力を制御。お前たちは断絶の帯に集中しろ。荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。わかった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。我覺得卡田最後應該是會死咯。你看這麼多觸手刺下去，那背脊都變成蜜蜂頭了。カサネ！ユイト！手段子吸曬入去啦！しゃあ、動いた！断絶の帯、急速にクナドゲートに吸収されていきます。すごい、断絶の帯がどんどん消えてく。うまくいった。ありがとう、カレン。断絶の帯はもう大丈夫そうね。なら、このままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ。レッドストリングスに集中して。そう。これで、最後だ。ラ
暗之系背叛我哋，佢应该系想自己入去噶，我觉得。卡萨尼，伊利达，喂，卡林，やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろう。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが最後の跳躍だ。勝手なことを。カレン、兄さん。咁多线嘅喂，これはレッドストリングス。どうして。アリス、すまない、吹雪。アリスを頼む。好似变咗个茧咁啊！地球，何が起きたんだ。見て、クナドゲートが。其实会唔会连超老尼都消失埋呢？唔见咗啦，系嘛？但原本连接嘅道路都系扭曲咗咯。きれいだ。私たちやったのかしら。クナドゲートが消えたということは、兄さんは。ルカ、さっきの赤い糸の洪水はレッドストリングスだよな。ってことはカレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが消えた以外にも。あ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞ、ハルカ。遅いわよ、お兄ちゃん。もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ。断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが。うん、新しい未来を作ったんだな。好王道嘅剧情，呢个系充满希望嘅未来嚟嘅。君にも見せたかったよ。今調べられる範囲だとこのくらいね。もっと詳しく調査してみるべきではあるが、私たちが知る歴史とおおむね一致はしているようだ。
咁究竟有咩唔同咗？だけどこれ。吹雪連隊長、断絶の帯が消滅したと各所から報告が上がっています。それにクナドゲートが急に消失して、一体何があったんですか？詳しい報告は追って行う。まずはニューヒムカセ。吹雪、アレス冇死？あなたも来てたの？佢成功咗？アリス。何？そんなに驚いて。ほら、花火も一緒だったのね。アリス。君は、いや、まず確認したいことがある。カレンのことだけど。カレン？カレンって、会唔会カレン根本冇出现啊？誰？真的系啊！話咁快過咗三個月啦。この前から相談していた件について、準備ができたから明日にでもクナド高速へ行こうと思っている。もしよければみんなも来てくれると嬉しい。又聚埋喺呢度做咩咧？即系你想离开呢个地方唔通？ダラダラしてるだろ。今度コラボイベントか。ああ。そういうものに頼らないし。この前のサイトのコラボでしょ。評判いいみたいな。なんで分かったんだ？だろ。頑張ったからな。じゃ、俺も一緒に行くぜ。あ、カサネ。やっと来たわね。ごめんなさい。遅かったかしら。吹雪連隊長もまだみたいだけど。まったく、私を待たせるとは、あいつも偉くなったもんだ。ほー、昼寝でもしていようか。終于来了。すまないみんな、待たせてしまったようだね。こうして全員が集まるのは久しぶりね。みんな変わりないみたいで安心したわ。大した時間は経っていないだろう。むしろ忙しすぎてあっという間だったよ。ああ休みたい。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。マジお疲れ。この辺りの会議にも特に変化はないようだな。断絶の帯が消えて新たな会議は降らなくなったが、地表の怪異が急に減るわけもないか。ああ、俺もまだまだ退役はできんようだ。そうだよ玄魔、私たちはこれからもみんなを守っていかなきゃだしね。怪異予報も地表の怪異の分布を観測するシステムに変えていくって話みたいよ。いろいろ少しずつ変わっていくのかな。さて、それじゃここへ集まった目的を果たそうか。究竟来呢度做乜咧？これでいいかな。みんな、今日はありがとう。彼のために。おお、原来立咗墓碑啊。結局、彼のことを覚えているのは私たちだけなのね。世界が変わって、だけど俺たちだけはその改変からは例外になっちゃったみたいだな。まさか自分の存在をなかったことにしちまうとはな。望み通りに世界を変えた代償なのかもしれません。兄さんは代償なんて思っていないだろうけど、僕を一人っ子にするなんて本当に兄さんは勝手だよ。僕たちが覚えている限り、カレンがなかったことにはならないよ。この世界に確かに彼がいたということを僕たちはちゃんと知っているんだから。
是。其实不合理的，为什么只得你们去了新的时间线的呢？さて、じゃあぼちぼち帰りますか。どうせなら周辺の会をある程度討伐しながらキロに着くとしよう。はあ、相変わらず真面目だね。自分から進んで仕事を増やすとは。カサネ、決まったんだってな。月へ行く計画。ええ、渡月で話を聞いた時から考えていたことだったから。あの月にも怪異化に苦しむ人たちがいるなら、私に何かできることがあるんじゃないかって。哇，你真的打算去拯救世界的喔。ニューヒムカの怪異化技術の応用から重粒子を制御する方法が見つかる可能性もあるの。皮肉な話だけれど。協力してくれる人もたくさんいるんだろ。よかったよ、カサネは一人でも行くって言いそうだし。もちろん行くわよ、たとえ一人だとしても問題ないでしょ。そっか、そうだな、俺たちはみんな一人で。既然不是应该会一起去吗？でも繋がってる。どんなに遠くにいてもな。ユイトはこれからどうするの？もう少しだけ海抜群を続けるつもりだよ。その後はいろいろかな。能力に縛られない社会を作れたらって思うし、親父たちのやってきたことにも向き合わなきゃな。世界を変えていきたいなんて言うと大きすぎるかもしれないけどさ。この世界を救ったんだから変えていくことだってできるわよ。それならここはユイトに任せるわね。ああ、任された。我一开始铺咗咁多感情线，而家完全系抹晒佢，当冇发生过，系咪啊？诶，但系佢哋两个都有条红线楞住嘅。而呢个天台，咪就系我哋一开 game 嗰个位嚟嘅，喂。嗱，好啦，咁即系话咧，呢只飞鸿结系就已经完咗啦。其实有啲位置我觉得系有啲牵强嘅，例如最后面用超能力拯救咗呢个世界啊，但系冇理由我哋成班人净系得佢哋去咗一个新嘅时空嗰度噶嘛，因为呢个咁样嘅交代故仔方法，我觉得有啲牵强咯。你唔会突然间个过去改变咗，你只系可以去一个新嘅时空，先至可以有呢件事发生噶嘛，啱唔啱先？咁好啦，成只 game 玩晒，我自己觉得咧，其实个古仔系好睇嘅，但系战斗方面就真系渣渣地啦。老实讲，因为太过重复啦，个玩法系你真系可以话冇乜变化，打得多系会闷嘅。特别最后嗰关咧，不断咁有啲战斗俾你去打。咁老实讲，我剪片我都真系会 skip 咗佢噶啦。如果唔系，真系睇到瞌眼瞓嘅。嗱，女主角嘅故事我哋就完咗啦。咁其实只 game 咧系仲有男主角嘅路线，咁呢个就留翻俾我自己慢慢玩啦。因为跟住落嚟就出 Monster Hunter Stories 2， 咁我都要玩新 game 嘅，系咪？咁呢隻 game 暂时过一段落先。中意嘅朋友记住 like 同埋 share 俾朋友一齐睇啦。多谢各位收睇 ，thank you， 拜拜。